最初の学校は東海北陸ブロック代表です、名古屋市立上沢中学校です、指導してらっしゃる富田先生ですが、上沢中学校随分部員の数が多いんだそうですね。一応91名ぐらい、全校生徒何人に1人が合唱部、約1割1割ですか。それだけ多いといろいろ大変でしょう。そうですね、まとめていくのに部長さん副部長さんなんかかなり苦労しているようです。なかなか時間を確保できないっていうか、だからもう大勢いますけれど、塾が通いだとかいろいろあるものですから、30人ぐらいで練習しているような場合もたくさんありますけど。なるほど。全体がこういっぺんにということはなかなか難しい、はいはい、ということですね。そうですか、はい、分かりました。それでは聴いていただきましょう。課題曲と自由曲です。続けてどうぞ。